ココイチの渋谷東の方の役所に行ったんですけど、番号っていうか名前伝えたら、あのコーンバッグの中にもうすでに商品が入ってて、でそのバッグから取り出して、勝手口のところのとこになんか台みたいなのがあって、そこに、商品を置いて、はいどうぞみたいな感じで、そこを取、受け取りできたんですけど、めっちゃ効率いいなと思って、でその手渡しとか必要ないじゃないですか。なんかこうもうなんかその台、極端な話、その台とかにもう商品が2つ置いてあるのに、そこからそのあのこっちが冷たい飲み物でこっちが温かい商品ですみたいな。でその台にあるから、その配達員が勝手にそのあの取ればいい話じゃないですか、その台に置いてあるの。でそれあえてまたその店員さんが持ち上げて、その袋を持ち上げて、その手渡ししようとしてるんですよ。そう、めっちゃ無駄だなと思って。で、手渡ししたら、その、手が触れるじゃないですか、若干。それってすごい嫌じゃないですか。そう。なんで、なんか今のやつはすごい、こう、めっちゃ効率いいなって。ほんと。いや、めっちゃ効率いいわ。でその受け渡しも受け取りも、あの別に手渡しじゃなくていいんですよ、本来。でそのもうすでにそのできるはずだし、できるはずっていうか、そのその時勢的に、この世の中のご時勢的に置き配みたいなのがデフォルトになってて、でも結構そういう、タピオカ屋さんなくなったんだ、ここ。そう。で、それが結構そのデフォルトになってると思うんですよ。玄関の前に置いといてくださいっていう人が、特にその港区とかの人とか多くて、まあ板橋区とかやってないんですけど、やっぱりその結構その使う頻度が高い人の方がそういうこう自動化する傾向にあると思うんですよね。で なぜならばそのたくさん使う人ほど、そこのそのわずかな時間って言ったらその時間、あの無駄じゃないですか、時間。なんでそのそこら辺その自動化すると思うんですけど、そうだ、全体的にあの、まあ、こういうご時世と相まって、まあそういう感じになってきてるんですよね。で大体感覚的に、まあ半分とかいかないですけど。半分とかいかないんですけど、でも結構なその割合でその置き配増えてきてるんですよ。でメモ書きのとこになんかまあ置き配しといてくださいみたいな感じになって、で特にあの息だなっていう思うのは、その商品を置いといた後チャイムを鳴らしてくださいっていうメモ書きがあるんですよ。でこれが一番最適解だなっていうふうに思うんですよ。でなぜならば、その置いた後にチャイムをしてたら、そこでそのお互いがその対面するリスクほぼほぼゼロじゃないですか。
だけどチャイム鳴らしてからあの商品を置くとその段取りだとあのわちゃついちゃうんですよね。あの例えばその荷物が結構たくさんあるケースとか結構わちゃついちゃってそのチャイム鳴らしてる間にもうなんかお客さんがドア開いちゃってあのみたいな感じになるんですよ。だけどその商品置いてからチャイム鳴らしてくださいっていうメモ書いてあるんですよ。そうこれめっちゃ粋だなと思って。そう粋な人っているんですよねやっぱり。そういうそう大人でもそのなんですかね粋な大人と粋じゃない大人がいてこのざっくり2パターン。そうで多分粋な人ってそんななんか自分で言わないじゃないですか。そうで周りも分かんないんですよ多分。分かっちゃう時点でそれは粋じゃないんですよ。だ本当にすごい人ってそういう人なんだろうなと思って。だからそういう風になりたいですやっぱり。そういう人が結構多いんですよやっぱこっちの方の人。そういやめっちゃ粋だなと思って。そうこんなに粋なことないわって。あじゃあこれは